ミーさん、えー、と昨日朝4時から約,約10分間ぐらいあー心拍数が高く116から110くらいになりましたアップルウォッチで確認しています自覚症状ありませんでした本当特に心配ないでしょうかえー、っとねこれ心配あるかないかって言ったらこれ分からないんですよねでアップルウォッチってまあまあ正確なんで、うん、感覚的にまあまあ,あの正確だから本当にそのぐらいになったんでしょうねでも恐怖症状がないのでーそれがどうか分かんないけどもしこれでこう苦しいとか自覚症状が出るようだったら病院に行っていただいた方がいいかもしれないですね うん、自覚症状がないんだったらまだいいんですけど、自覚症状があるんだったら、うん、病院に行かれた方がいいかもしれないです。で、アップルウォッチをこう寝てる時につけてらっしゃるってことですね。まあ、確かにな、心拍数測ってるから、それもありなんですけど、僕はあのつけるのを推奨してないんですよ。これ、なぜかって言ったら、えっとね、やっぱりあのアップルウォッチもあの電磁波なんですよね、うん。で、電磁波って結構体に悪影響を及ぼすんで。